このコーヒーがまず洗う前のコーヒーだそうです。洗いまして、うなりのような形になります。こちらをですね、中の、ものと外のものを分けて、中のものを焙煎する、いるそうです。それをですね、乾燥させて、普通のコーヒーは6ヶ月ぐらい、いいコーヒーだと3年ぐらい乾燥させるそうです。普通はそこに味をつけたりするんですが、ここでは、そのままの味で出すということになっています。コーヒーのね、改定でございましたけどね、この3種類のコーヒーです。ウィセルというのは、乾燥を3年、普通は6ヶ月やるところ3年している特別なものです。他のコーヒーよりも値段が、高く、それなりにクオリティがいいです。3つ種類がありますが、アラビカ、これは少しですね、苦いコーヒー、ベトナムを中心に飲まれているコーヒー。モカは、よく飲まれている、濃いコーヒー。真ん中は少し甘いコーヒーだそうです。いろいろな種類のコーヒーが、こちらコーヒー畑がずっと広がっています。3種類の木があるっていうのもすごいですけどね。この辺一面がコーヒー畑になってます。ちょっとね、コーヒーの値段ですけれども、先ほど見ましたけれども、豆 100g がおよそ2000円、コーヒー1杯が400円です。結構の値段はしますが、それなりに美味しいコーヒーだと思いますので、後でテイスティングしてみたいと思ってます。私はですね、先ほど3つの中の、1つである、モカを頼んでみました。ベタな線を頼んでみましたね。で、砂糖は、ね、入れないでって言いましたけれどもね、そんなわけでね、ぜひ、テイスティングしてみたいと思います。はい、先ほどね、コーヒー買いました。コーヒーですね、今回はですね、ウィセルっていう最高級のもので1杯、400円、8万ドン400円します。もし買うとですね、100g で、2000円します。やっぱりね、特別乾燥のものなんで値段はやっぱりすごく違います。ちょっと1回ね、テイスティングしようと思ってますが、今ね、下に今コーヒーをね垂らしてるところなんで、もうちょっと時間かかる感じですけどね、ちょっと贅沢な時をね、綺麗な景色の前で過ごしたいなというふうに思ってます。コーヒーですがね、私普段はよく飲みますけどもね、どっちかというとね、インスタントコーヒーでなくて、どっちかというとそのドロップ、インスタントじゃないコーヒーが好きで、あちこちで飲んでますけれども、こんなにゆっくりした時を過ごしてコーヒー飲むのは久しぶりです。400円っていうとですね、結構日本でも中くらいぐらいの値段、ちょっと高めの方かもしれないです。むしろね、今200円から200、300円ぐらいでコーヒー飲みますからね。ベトナムで400円のコーヒーっていうとですね、ちょっと高級ですよ。なかなかね、飲む機会が、この素晴らしいコーヒー飲む機会がないんでね、今回ね試してみようかなというふうに思ってますけれども、まずですね、ミルク、これ後で入れようと思ってますけど、ミルクと砂糖も一応用意しました。今回最初はね、ブラックで飲んで試してみようかなと思います。ちょっと時間かかるかな。コーヒー、こちらの人はですね、コーヒー大好きでいろいろ飲んでますけど、甘くして飲むそうですけどね、私はねちょっと今回はね、ベターにストロングでいいと思って見てみようと思ってますけど、最初はね、どんな味するんでしょうね。ちょっとコーヒー飲んでみましょう。もうちょっとかな。いや、素晴らしい景色の中でコーヒー飲むのもまたおつなんじゃないかななんて思ってますけどもね。今日はこんなもんです。芳醇な香りが口いっぱい広がります。さすがにちょっと濃いですね。少しちょっとミルク入れた方がいいかな。はい、レバー。いっぱいに芳醇な香りと、やっぱりモカなんでちょっとストロングなイメージがあって、目が覚めます。一
っぱいね、コーヒーってね、普通はね、たくさんなるようなもんですけど、ここはね、でもこんな感じです。量は少ないです。やっぱり濃い味をね、ちょっと飲みたいにはいいのかもしれないです。味が濃くてね、エキスいっぱいって感じです。コーヒーね、1日1杯飲んでますけど、さすがに私は3杯も飲むとちょっと胃が痛くなるかなって感じですね。もう今日はこれ1杯で大丈夫かな。ベトナム来てね、割とベトナムの人はコーヒー飲む機会が多いんで、よくコーヒー飲んでますけども、ここのコーヒーは味が濃いです、ミルクの入れてちょうどいいぐらい。そうですね、ここではミルク入れて飲むのもいいかもしれないです。というのは味がマイルドになります。今回私砂糖は入れなかったですけども、砂糖入れるとなんかさらにですね、味がマイルドになるような気もしますけどね。このコーヒー美味しいです、すごく。ちょっと贅沢な時を過ごしました。ハリーでした。コーヒー畑のお店の中ね、あるコーヒー畑の中にあるお店をちょっと散策してみようと思ってます。ずっとつながっててすごいいい景色です。あちらにも、お店があるようでございますけどね、すごく、美味しいコーヒーと、優雅なひとときを、過ごすことができました。ぜひベトナムに来たとき、ダラードに来たときはこちらの、お店でコーヒー一杯飲むのも、素晴らしい時を過ごせると思います。ハリーでした。